一丸,一,丸一丸。一丸、江戸交代一丸、一丸、江戸交代一丸、1906年7月16日から1997年2月17日は、昭和期の芸者歌手。本名は、五島松江。江戸交代中村派十七聖火元。内閣総理大臣で公爵の小野絵踏み丸の愛人でもあった。長野県松本市生まれ、16歳の時、 松本市の奥座敷として知られる浅間温泉で、反玉、芸者見習いとなる。客に求められた長唄を知らず、悔しい思いをしたことがきっかけとなり、単身19歳で上京。浅草で芸者となり、清本、長唄、小唄それぞれで、名取となるまでの精進を重ねた。その添付の美貌と美声を買われ、たちまち人気芸者となり、 最盛期には一晩に十数系のお出し器を掛け持ちすることもあった。同じ東京、日本橋吉町の芸者、二十三吉、後の藤本二十三吉が、レコード産業の発展によって、何はこうた、祇園こうたなどで知られるようになると、レコード各社は新たな芸者歌手の発掘に、躍起となり、美声の評判の高かった島ルにもスカウト合戦が、繰り広げられた。結局、 ビクターがシマルを口説き落とし、昭和6年、1931年、花嫁東京で歌手としてデビューした。同年、静岡鉄道のコマーシャルソングとして作られ、すでに新民謡として知られていた、チャッキリ節をシマルの歌で発売すると全国な大ヒットとなり、レコード歌手としての順調なスタートを切った。翌年の昭和7年、1932年にも、 片岡千恵蔵が主演した映画、旅は、青空の主題歌、青空恋詩を歌い、ヒットした。昭和八年、1933年を春、同じビクターの小歌翔太郎が、島の娘、東京温度で、国民的な人気歌手となると、流行歌の世界に、うぐいす歌手ブームが起こり、コロンビアからは赤坂小梅、豆、千代、ポリドールからは、新橋、清蔵。 浅草港、日東からは、ビチアツ、日本橋君、坂枝、続々と、芸者出身のレコード歌手がデビューした。一丸は、こうした後輩に遅れを取らずと、同郷の中山新平が新民謡として作曲した、天竜下ればを何としてもヒットさせたいと、放送やステージでは必ず、天竜下ればを歌い、執念とも言える、大ヒットに結びつけ、 ビクターの看板歌手としての地位を確立した。一丸の人気は、レコード、放送にとどまらず、写真誌や広告、美人画のモデルにも起用され、広くその人気を知られることとなり、歌手業に専念するため芸者を廃業し、柳橋に自宅を建てて、浅草を離れた。昭和1年、1935年前後、人気を二分した太郎とは、作詞家のに、 城野翔太郎と佐都市の四丸と言わしめ、マスコミは、師匠時代と呼んだが、そのライバル意識は、お互いに、相当なもので、一丸が、メインの特集には、師匠時代、翔太郎が、メインの記事には、勝ち師時代と書く配慮を見せるほどであった。着物や出演料などあらゆるところで翔太郎と張り合い、当時のビクターの社員を相当悩ませたという。事実。 芸者歌手の売り出しに反発を感じた音楽学校出身の歌手が待遇改善を求めてストライキを行ったほどである。この騒動はトンガリ五人組事件などと週刊誌などに書き立てられ、ビクターの内紛が世間にも広く知られた。濡れつばめ、峠三里、千鳥講師、流泉節といったヒットを飛ばす一方で、トーキーの登場によって映画界からも声がかかり、昭和九年、 1934年、p c l 映画、100万人の合唱、作音度、昭和11年、1936年女映画、高歌歴、昭和18年、1943年東方映画、稲の勘太郎などに特別出演している。日中戦争が勃発すると、異問団の一行として、中国大陸にも赴き、前線の兵士を喜ばせた。ある異問先で、 酔った将校が、シマルに対して、必要にお釈を迫ったため機上に断ると、軍刀を抜き切りかかったが、大和なでし子としての最後を飾りたいと旅を吐き直すと、その行走に恐れをなして、将校は諦めたという。戦後、アメリカ文化の流入で、日本朝の歌手の活躍の場が失われてくると、一丸は、当時ビクターとも契約をしていた、ハットリ良一に、 ブギュウギを歌わせてほしいと作曲を依頼。昭和24年、1949年、九年、服部の手による、シャミセンブギュウギが発売されると、この曲のために、名古屋西川流家元、西川小井三郎に振り付けを依頼、その手踊りを交えて、ステージで歌い、再度人気歌手としての脚光を浴びることとなる。昭和25年、1950年には、小賀正雄、二葉明子、 霧島昇らと渡米し、ハワイをはじめとしてアメリカ各地で公演。在米法人を中心に、一丸の人気は絶大なものがあった。その後も、雪のブルース、春は銀座の柳からシャミセンワルツといった流行歌のヒットも続いている。昭和30年代に入ると、一丸は放送開始間もない民放のテレビラジオにも積極的に出演し、 主に小唄や清本といった伝統的な方楽の分野を現代風にアレンジして取り上げ、小唄ブームを起こすこととなる。昭和35年、1960年、歌舞伎の中村勘三郎に許され江戸小唄中村派を復興し、17聖歌元を襲名、江戸小唄島を名乗る。小唄、葉歌、長唄、清本、宮園説から、続曲、民謡、 歌謡曲と一丸のレパートリーは実に幅広く、邦楽番組には欠かせない存在となっていった。昭和四十四年、九百六十九年文化庁、芸術最小優秀少受賞。歌手としての後輩の面倒見もよく、江本美沙江、神楽坂浮、宙、かぐ坂時子といった後進の指導にも当たった。その精進ぶりが認められ、昭和四十七年、九百七十二年、 死守法賞を受賞している。また、長年シュマ丸の愛者未ンを務めた静子は実前である。昭和四十年代の夏メロブームにおいても欠かせない存在として往年のヒット曲を披露。テレビのカラー放送が始まってからは、テレビ映像に映える衣装の色、柄などを徹底的に研究してレビ曲の術部をもうらせた。この頃には、戦前にライバルとして競っていた翔太郎とは、 赤坂小梅の鳥なしによって完全に和解。先に除君された翔太郎の記念パーティーにも駆けつけ、まさるちゃんがいなかったら私はこんなに頑張れなかったと賛辞を述べ、東京十二チャンネルの番組では翔太郎と並んで東京温度、水ほおり、桜温度などを一緒に歌っている。また翔太郎の病床にも見舞いに訪れ、あんたがいないと張り合いがないと励ました。 昭和55年、1980年、第22回日本レコード大賞特別賞を受賞。昭和56年、1981年、君四等奉還賞を受賞。その後も、銀の雨、昭和さのサブシなどの新曲を発表し、ひたむきに芸の道を歩み続け、平成8年、1996年10月、卒樹の記念と、弟子である、 中村一之助の江戸小歌中村派十八代家元襲名を兼ねて弟子たちと開いたパーティーに出演し、弟子らと共に春吉野を披露したのが公の場に出た最後になった。その年の暮れに体調を崩し、翌平成九年、1997年2月17日、呼吸不全で死去。死ぬまで現役が口癖で、66年の歌手生活で、 吹き込んだ曲は延べ1700曲に上る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。